どうも、ジャーミーです。今日もバーサスカズの解説をやっていくと思います。じゃあ見ていきましょう。テトリス戦ですね。このツモは DT4 じゃないかな。DT4 組に行く。それに対して相手が開幕 TSD。直列で行きましたね。直列で来たんで、これは有利。まあ、一時的な有利。さあ受けてからテトリスまで。いや、全部来たんで、ティーミノ、ジェイミノ、エルミノまで。これは強い。さあ、ティースピンが間に合わず刺さっていく。しっかり、穴が来たのを全部、見て、ホリエンで一気に刺していきましたね。さあ、速攻で決まっていった。しっかり来た穴をやっぱり見るっていうのは重要なんで、ああいう風にね、見ることができれば、ホリエンが繋がるか繋がんないかね、すぐに察知できるんで。さあ、再び DT4。相手が、パフェ取ってくる。これは T スピンではいかずに、ホリエンで見ましたね。テトリスからホリエンここまで繋がるのをしっかり見て、ホリエン体制。さあ、カズ君は、T スピンからどんどん火力の補充かな。火力を送る体制。T スピンダブルと T スピンダブルが相殺当たる。んちょっと S ビノの置き場所に困ってる俺。ダブルダガチックにしたが、テトリスにして、ちょっと間に合わず、T スピンダブルが相殺当たる。当たればそこまで問題なさそうですね。ちょっと外されるの怖かったけど。さあ、掘り重視。掘り重視に対して相手が、かなり火力重視。これは火力で押されないことを気をつけていきたい。テトリス。まあ、穴バラはお互い引きますね。お互い穴バラはまあまあ。T スピンダブルとテトリスが育って、これも穴バラになってしまう。痛い。さあ、掘り。ちょっと迷ってる。ちょっと迷っているが、テトリス掘り。T スピンシングルからテトリスかな。T スピンシングルからテトリス。相手は先読みの T スピンシングル。歩みの Z ミノまで掘るかな。3ライン消しでなんとかギリギリ耐えたが、どうだこれは。リップクリーミーの絶妙な2ライン消しが、2ライン攻撃が刺さっていった。ちょうどアイミノを埋めるところだったよね。アイミノって致命判定がめちゃくちゃでかいんで、ああいう風に、ちょっとした攻撃で刺さることがあるんですよね。2ライン消しの1ラインでぴったり刺さるとか、意外にあります。さあ、再びパフェ。TSD パフェで、ちょっとアイミノを刺してるところに穴が来てるんで危ない。しかも今の操作当てたかったっすね。T スピンダブルなんとか当てて、T スピンシングルまで間に合った。掘り耐性、エルミノまでかな。エルミノまで一旦掘っといて、T スピンシングルからテトリス。相手 TSD テトリス。しかし、操作当たるんで問題ない。若干有利かな。地形の余裕的に若干有利。さあ、アイミノ間に合うか。間に合わせにギリギリいった。アイミノから、T スピンダブル。からさらに T スピンダブル組んでて、火力重視。それに対して相手掘り連繋がってるんで、ちょっと不利になってしまった、ここで。先読みしといて、テトリス。から T スピンダブルにしたか。シングルにすると、ちょっとまあ、総裁当たるの、あんまり当たんないんでね。さすがにダブルにしていった。さあ、まだわかんないぞ、掘れる。掘りのルートがある。ジェイミの、アイミの、エスミの、アイミのまで。これは強い。最後にテトリスなのが強いが、しっかり耐えて、相手も掘り連耐性。穴バラが結構多いですね、お互い。穴バラが多いんで、これの対処次第では。いかに穴バラを掘り連で対処できるかってところだが、火力できたんで、こちらが総裁外して火力で圧倒的有利になった。しかし5連まで掘ってまだ分からないと。2ライン消しから、さすがに刺さるか。直立までたどり着いたんで、T スピンダブルからテトリスのまとめ打ち体制があるんでね。まあ、盤石な体制じゃないかな。まあ大体その穴バラが多い時って、いかにまあ掘り連で掘れるかどうかっていうのが、逆転の目であるんだよね。火力を出してもやっぱり、さあ、再びパフェ。パフェ多め。かなりパフェ多いですね。開幕 TSD パフェがかなり飛んできているが、しっかりこちらも、6連まで。そう、さっきも言ったけど、まあ、火力を出してしまうと、総裁外しからどんどん送られて下がってしまうっていうことが多いんだけど、掘り連だと、どこまで総裁外せばいいのかっていうね、相手の判断を分からなくさせるっていうメリットがあるんで、結構掘り連で掘ると、逆転の目が見えやすい。さあ、外して T スピンダブル。さらにエスティティックマジックなんで1ライン分来て穴バラが下に結構マシマシになってしまった。さあ、ここの直通は強いんだけど、その下の穴バラが辛いですね。それに対して、カズ君側は直通でいってるんで、冷静に操作を当てていきたい。テトリス。まあいい感じですね。しっかり相手を見ながら操作を当てさせてるって言ったところ。ちょっとしかしこれ先読みむずい。テトリスにしてから若干地形が乱れているが、しっかりテトリス操作を当てる。T スピンダブル。ティスピンダブル。ちょっとだけ不利って感じですかね。ティスピンダブル。しかし、ここでうまくテトリスにできるんで、これで5分。相手がジェイミノの置きミス。
これで有利になった。一時的に有利。しっかり有利なのを見て、総裁外すかと思ったけど、無難に総裁やってましたね。まあ、一時的な有利はもう本当に全然変わってくるんで。普通に無難に総裁を当てていった。さあ、TSP ダブルから、TST でいった。TST。これ TD アタックなんで強いですね。さあ、TM のロキミスが、暴発してしまった。一応 T スピン作ってたんだけど、暴発してしまいましたね、悲しみの。ま、さすがに、あそこまで、2回連続で見せてたからね、エスミノと同時に。さすがにあれはきついですね。一応 T スピン作ってたんで、T スピンが打ち切れればってところだったけど、悲しみの絶望の暴発だった。まあ、こちらは TD アタックで、T スピントリプルから T スピンダブルの2連発攻撃がね、待ち構えていたので、まあ、総裁外せば圧倒的有利ではありましたね。それのプレッシャーでミスったっていう可能性もあります。こっちが火力を結構保持してると、それのプレッシャーでミスったりも相手しますから。そういうのも、狙うのもありかもしれないですね。もう一つ見ていきましょう。まあ、よくあるあるで、その相手が4列を組んでると、火力出さなきゃって思って、まあ、速度上げたり、思考時間を早くしたりとか、そういう風にすることによって相手のミスを誘うっていうのは実際ありますから。4列連にが、まあ、主な例えじゃないかな。さあ、こちら、エルミノじゃなくて、スミノから来た。スミノからオーミノ、エルミノまで、6連。まあ、5分ぐらいかな。受けて、ティースピンダブルから、ホリエンにするか、それとも、テトリスにするか、ホリエンにしましたね。ホリエンにして、Z ミノ、アイミノまで。6連まで。いや、7連、8年までだ。8年まで繋ぎて、しっかり火力で返される。ちょっと総裁当たってるのが痛いが、しっかりテトリスにし、ティースピンダブルにした。ここまで積み込んで、ちょっと受けの体勢を用意しておきましたね。で、火力出してるが、ちょっと不利。不利なのに変わりない。散乱消し、テトリス総裁当たる。結構ね、まあ積み込んだはいいんだけど、それまで受けてしまったんで、その分が影響してる感じ。さあ、致命傷。うまい感じにティースピンダブルテトリスね、作りたかったんですけどね。あ、どうしてもアイミノを使わなきゃ、ノータイムでは判断できない。もしかしたらルートあったかもしれないけどね。ノータイムではちょっと判断するのは難しかったんで、アイミノを消費してしまったのが、致命傷になってしまいましたね。かなりその間に受けてしまったんで。さあ、下穴が結構遠そうだが、まあ大丈夫でしょう。ティースピンダブルから、3ライン消しで掘ってって、直通までたどり着いて、3連目のテトリスなんで結構来る。それに対してこちら T スピンダブルからホリレン。全部繋げるか。ここまで。T スピンミニをバックトゥバックをつけたかったため、そこまでにしました。さあ STSD、STSD 行って、ちょっと迷ってる。さあ T スピンダブル、テトリスの体勢。しかしちょっと、右側もうちょい、左側か、左側もうちょいうまく積みたいですね。こんな感じに積んでいかないと、ホリレンの目が見えないんで。しかしこれも微妙だな。T スピンダブルテトリス。さあ、これ受ける判断。T スピンダブルテトリス、テトリスまとめ1。これが強烈だが、しっかり耐えてくる。5分ですね。あそこを受けてから、まあ、3連発攻撃はめちゃくちゃ強かったけど、しっかり耐えられる。さあ、受けてからテトリス。これは受けたい。受けて、T スピンダブルテトリス。これが強い。しかし、ギリギリ耐えれるぞ。ジェイミの、どうしたんだ？今のミスったのか。ジェイミの、縦置きだったらまだいけましたね。J、S、O と掘れたんですけど、多分置きミスをしてしまって触っていった。まあ、でもやっぱり全然あれでもワンチャンあるっていうのが、いいっすよね、本当に。ワンチャンは残してるんだぜ、みたいな。そんな感じを受ける。さあ、S の置きミス。これは自分は絶対見ている。置きミスは絶対逃さないんでね。さあ、4列連チェックに構えてるが、そんなに積み込めてない。まあ、でも相手がま、これだけ火力作ってたんで、ここまで妥協するのは、いい判断ですね。しっかり妥協して、9連までのアイミノのルート。さらに千鳥講師で、これもまとめ1体制。T スピンダブルから、さらにダブルダガーで火力作って、T スピンダブル。さらにダブルダガーで作っていく。もう、無限ダブルダガーですね。ダブルダガー、ダブルダガー、ダブルダガー。って感じかね。さあ、今回はパフェ済み。パフェ済みにして、相手が DT4。総裁外してって、T スピンダブルと T スピントリプルが総裁当たるが、さらに T スピンダブルを加味して、相手も T スピンシングルを打っていく。さあ、この直列は強い。うまく STSD にしていきたいが、先にテトリスを送る。で、STSD から、これはちょっと連チクに行くんじゃないかな。総裁を、そうしたか。受けるかと思ったけど、T ミノが若干遠いことを判断して、J ミノ回転入れから、
堀江に切り替えましたね。さあ、テトリス送ってくるかな。テトリス送ってくるのを総裁外してるが、テトリス2連発送られる。さあ、T スピンダブル。T スピンダブルからドネイトの T スピンダブルで、さらにテトリス。穴バラかなりいってるんで、これは有利。STSG でいくかな。普通に T スピンダブルでいっちゃうか。T スピンダブルから積み込み体制でいきたいが、ちょっと地形がうまく組めてない。こちらもかなり穴バラ来てしまいましたね。さあ、これで5分になってしまった、再び。先読みして、テトリス。T スピンダブルから、テトリスが総裁当たる。完全5分ですね、これ。T スピンダブル、1ライン穴バラ。さあ、相手タワー。しかし、ちょっと急ぎすぎてしまったが。まあ、今の急がないと間に合わないですけどね。ジェイミの置いて、エルミの屋根だったかな。を間に合わせて、T スピントリプル、TST タワー打とうとしたけど、ジェイミのがずれてしまったんで、もう、致命傷になってしまったって感じですね。まあでも、展開的にはそこまで悪くないんで、無理やり間に合わせなきゃ、まあ今の間に合わないんでね。多分、無理やり間に合わせようとしたのがミスを呼んでしまったっていう、そんな感じですね。やっぱり、テトリスって、まあどうしても、最適化とか完璧に極めていたとしても、やっぱり速度出す場面で出していかないと、まあ、間に合わないし、まあ、出す分もちろんね、置きミスのリスクは背負うことになってしまうんで、まあ、こういうのは仕方がないかな、ぶっちゃけ。まあ、内容的にはね、そこまで悪くはなかったと思うんで、しっかり、こちらの、攻撃が触っていきましたね。はい、どうもこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。